はい、こんにちは、タイリーガール千秋です。ですね、今プーケットの空港の、ラウンジの方に来ております。私ですね、こちらのプライオリティパスという、世界の主要国際空港の、ラウンジが使えるカードを持ってるんですけども、このプーケットの空港でも、国際線の方あるということなので、今回初めてですね、こちらでちょっと使ってみたいと思います。出国審査を終えて、そこが3階なんですけども、ワンフロア上がっていただいて4階に、あります。タイ国際航空の、ロイヤルオーキッドラウンジがすぐなんですけども、その反対側ですね、奥の方にこのプライオリティパスで使えるラウンジがあります。では行ってきます。料理ベーカリー、あとフレッシュサラダのコーヒーのコーナーありますね。はい、こんな温かいお料理も割と充実してるんじゃないかなと思います。スイーツとすぐのところにドリンクのコーナーがありますね。なのでとってもおしゃれな感じですね。やっぱり去年できた新しいラウンジというだけあって、海外ヨーロッパの方が多いのかなっていう雰囲気ですね。ちょっと日本語の新聞残念ながらなかったんですけれども、雑誌、それから Wi-Fi ももちろん無料で使えます。で、ちょっと見えにくいので、この下が、出発のゲート、免税店なんかですね。なのでここは上の階になります。私はですね、今プーケットの、国際空港のプライオリティパスのラウンジに来ています。去年新しくなったので、このラウンジまで今までプーケットなかったんですけども、なんかとてもいい雰囲気で利用できます。プライオリティパスっていうのはネットで検索すると出てくると思うんですけども、世界最大の、世界中に1000カ所以上ですね、世界中の空港に1000カ所以上のラウンジがありまして、このカードを持っていると、使えるんですけども、普通のラウンジっていうとビジネスクラスとかファーストクラスのラウンジ多いと思うんですけども、これはエコノミークラスでも使えます。 Wi-Fi もね、利用できますのでおすすめです。はい、こちらのプライオリティラウンジなんですけれども、年に数回海外に出張とか旅行とか行かれる方はですね、結構搭乗までの待ち時間って長いですし、レストランとか試合室のようなところで待たれる方も多いと思うんですけれども、やっぱりラウンジ本当にゆっくりちょっと休憩にもなりますし、食事もね、軽食なんかもあるので、旅をよくされる方には便利かなと思います。はい、で、私の場合はこのプライオリティパスっていうのは通常で申し込みをすると、いろんなランクがあって、一番最上ランクだと3万8000円ぐらい年会費かかるんですが、私はあるクレジットカードですね、ゴールドメンバーに、なって